で、今回は、浦原さん使います。で、浦原さん原則壁持ってるんで、まあ、原則壁といったら、まあ、真摯。ま、原則壁といったら真摯なんですけど、まあ、今回は超満員 EM 持ってたり、いろいろ殴り要素も強いんで、多分真摯で、まあ、結構強いんじゃないのかなってことで、まあ、浦原さん真摯使います。ちなみに今回、過激選手の全員超バランスなんで、かなり強くなってるはず。おー。ま、いいでしょ。で、これで、まあ、いきます。で、これ3つ踏んで、うん、どうだ、これでいけるかな。あ、いけそう。で、超バランスで、はい。おー、強いっすね。で、これで使っていきます。で、これ食らう、これ食らう、耐える。あ、で、浦原さんの源泉は今回、あ、これじゃないや、こっちか。亀じゃなくて加速つけてるんですよね。で、これの理由は、チャージショットの移動時間が、移動時間によってこれ、威力変わるじゃないですか。だから、ちょっとでもこれ、最大威力になる可能性を上げるために、まあ、加速つきました。多分、ここまでやる人はほぼほぼいないでしょうね。だから、ほい。で、これで強化しとけば、多分、超バランスが、はい。OK。まあ、原則壁といったら真摯なんですけど、実は、浦原さん、もう一個いけるとこあるんですよ。ただ、まあ、ちょっと今この状態じゃ多分いけないんで、作り直して、はい。紅姫改めしたら帰ってきます。で、そしたらこれでいける。お?え、今これ1殴りで、おあんなプチチャージショットでいけんのね。で、チャージショットって、まあ、一応、まあ、いいところを言うと、グリッターボールよりかは威力高いっす、実は。最大火力になると。はい。これだと2倍の威力になって、この、書いてある威力の。で、最大になると4倍だったかな。で、グリッターボールは3倍なんすよね、最大威力。だから、最大威力だけで見たら、まあ、ちょっとだけ、強いんですよね。まあ、グリッターボールは当たってから爆発するとかいろいろ、まあ、別の要素もいろいろあるんですけど、まあ、そういうところも一応あります。で、これ食らって、はい。でも意外と削るよね。まあ、超バランスにしてるっていうのが多分でかいんですけど、いや、今回のブリーチコラボ、まあ、正直、そこまでなんか超バランスつけたりした方がいいよというキャラはいないんですけど、なんか面白いキャラが割と多めなイメージ。だから、なんだろう、実用性、そこまで高いキャラではないけど、なんかポテンシャルはあるよね、みたいな、なんかこう、ダメだ、なんか、あまり強くないキャラを褒めるみたいな、セリフになってる気がする。はい。まあ、あと、チャージショットの弱点は近い敵なんで、これ全部ウィンドに行くんすよね。まあ、これが、まあ、あんまり良くない点かな。これが、やっぱその、キャラに追従するような形だったら、もうちょい良かったかもしれないね。で、これ、はい。で、これで、はい。で、削る、はい。で、これで削って、で、削る。で、SS は結局、これだけ割合持ってなくて、なんか、はい。はい。で、このキャラだけ割合とか何も持ってなくて、なんか、火属性のでかいダメージを与えてから、なんか、無属性の多段攻撃をするような感じだったんで、で、一応、友情の誘発も、何?呪術つなぎした時にやってくれるから、まあ、その辺で、まあ、いいんじゃないのかな。まあ、あと一応ここまで厳選してきて、なんか意味あんのって言われたら、まあ、死なないために努力してきた。いや、これはもう普段の私の、なんでこんなにいつもいろんなキャラ厳選してるんですかって聞かれることに対する答えね。もうどんなキャラでも、とりあえず、使った時に負けるの嫌なんですよ。負けた動画は基本的に上げないんで、だから、負けないために厳選してる。まあ、これはもう、浦原さんの教えみたいな感じ。はい。で、これでこう打って、ぐるっと回って、チャージショットで。おー、意外と悪くないのかな?まあ、これが超 AGB だったら一番理想だったけど、まあ、多分、運営的にまだ、チャージショットに超 AGB とか超減速化つけるのは早いって思ってんのかな?で、これで削って、はい。一度でいいから、これでっかい状態で当てたいんだけど、一度もうまいこといかねえ。で、そしたら、おー、なんとかこの 4P を、はい。いやー、ダメだな、これ。いやー、ダメだ、でっかくなんね。もう、はい。で、ここカンカンして削る。もう強いなー、それにしても。一応全部神キラーなんで、まあ、それが刺さるからすごい、その辺で強いね。いや、でも4分だったら、割と早い方じゃない?で、これ移動して、まあ、一応チャージショットも、はい。で、これ移動して、殴って、おで、近い敵だから、まあ、こういう時に、一応瀬戸倒してくれるのはありがたいのかな。で、ここからは、
チャージショット何も通用しないんで、SS 使って、殴りどれだけ通じるんだろう、この状態。外側で。はい。はい、あれ？おー！やっちゃった！うわ、めんどくせえ。なんでこのまた出かしちゃったかな。まあいいや、これで、いや、でもわかるでしょ。どれぐらいチャージショット最大力になったら強いのか。おい。お！おー。で、これで？術つなぎは？あー、そんな強くないっすね。で、そしたら、で、これが私たまに何々っすねっていうときは、これ実は浦原さんから引き継がれてる。ごめん、嘘っす。はい。いや、でも、ブリーチって、なんだかんだその、あれじゃないですか。長いこと続けてると、やらかすキャラって結構いるじゃないですか。名前は出さないけど。浦原さんは、ほぼほぼやらかしてないよね。多分、作品内で一番やらかしてないのは、多分、まゆりさんだと思うんですけど、多分、二番目にやらかしてないんじゃないのかな。って、個人的には思ってます。で、はい、これ来る。あ、でも意外とあれだな。はい。で、これも別に、はい、はい。で、多分これ、チャージショットが通るんで、ほら。意外とプチチャージショットであれだけ削れるんだったら、一応あれがさらに強くなったら4倍だもんね。だからまあチャージショットの時間が長いのかな。あと1秒短くなってくれたら、まあもうちょっと良かったんでしょうね。で、はい。あ、そっか、あいつ回復するんだっけ、すっかり忘れてた。そしたら、いやまずいな、これ。こう打って、はい。これでしょ、はい。で、これで削って倒す。やばいな、あの弾が倒せねえ。くそ、あの弾さえ倒せれば一瞬で終わるのに。はい。よし、で、倒せた。はい。で、これでバリア消す。そしたら、で、これを、あー、ダメだな。これ SS 使わないとちょっとめんどくさいかもしれない。これ殴って削る。で、外側殴っても割となんとかなる。OK。SS 使うとほぼほぼチャージショット最大になるんで、まあ、それちょっと活かしたいね。で、最後は HP でしょ。で、最後だけ、あれがいなくなるんで、これは、まあ、横間で上がっていって、いや、こうだ。あの剣をね、なんとかうまいこと取っといて、ちょっと次回の、その、火遊び紅姫術つなぎに通しときたいね。はい。OK。で、これで倒しとく。で、削る。おー意外とチャージショットも割となんだかんだで通用するね。で、これで誘導出して、はい。で、貫通になって、反射になって、OK。で、これで削って、ほい。意外と瀬戸もなんだかんだ通じてんだよな。弱点移動が。そして、お！ああ、そうだ！存在忘れてたけど、ユークリなんすよね、この人。いや、でもダメだな。この位置から、この位置から反射になって、貫通になって、ユークリのあれも恩恵も受けて弱点移動もして、うおー、こういう時こそウォールボムじゃないな。いや、一応これでも倒せた方がいいのか。はい。で、これで倒す。そうね、オッケー。おー、割と削れる。そしたら、まあ、攻めてもあれなんすけど、ちょっとこれ縦勘で置いといて、まあ、原則壁で、そうだな、まあ、ここに置いとけば多分当たるでしょ。はい。オッケー。で、まあ、火遊び紅姫術つなぎして、あとチャージショットも全開で当てて、よし、これで？はい。はい。はい。で、これでチャージショットがみんなに当たって、おお！いや、これが見たかった。いや、やっぱチャージショット、まあ、ちゃんと当てたら強いですよね。ちゃんと当てたら。まあ、一応必中なんで、こういうボス単体になった時は本当に強いから、まあ、そういうところで、まあ、使ったらすごい強いんでしょうね。はい。一応、瀬戸もこれで削れてるしね。で、友情ロック食らう。
まあ、このまま無理やりここでカンカンしても強いと思うんだけどな。はい。そうね。で、チャージショットで終わるかな。